どうもこんにちは、アニマルトレーダーのクルドでございます。はい、で今日もあの動物園の寮に来ております。で、ちょっと今日カイ君に軽いドッキリを仕掛けようかなと思いまして、で撮影終わりにこうながらこうおやつ食べようっつって、でこれ飴です。はい、ミルクキャンディーを買ってきました。いちごミルクか。で、あの普通にねこうなんか開けて、でまあこう食べるじゃないですか。でこの袋をこうやってね、こう飴がある風にさ、飴がある風にこうやってさ、こうやって縛るの。ほら入ってるでしょ。完全に入ってるでしょ。でこう入ってる風のね飴をこう机に置いといて、でまずこう一個ずつ僕とカイ君でこう食べてね。で僕いなくなります。はい、で絶対食べようとするから机にこうやってこれあったら絶対食べようとするから、こうバッてこう手を伸ばしてこう開けるんだけど、ないみたいな。あれ騙されたっていうのが撮りたい。はい、まあその後にあげるんだけどね。なんかこれちょっとなんかこう悪さしてやろうかなぐらいの感じでこうバッて撮って見てみたらないっていう、その時のリアクションが見たくて、ダミーアメドッキリやっていきたいと思います。頑張りましょう。よし、座って。ここにすんの。はい、座って。まあね、よいしょ。タイムさ、あのね、飴買ってきたのよ。マジで。いちごミルク。いちごミルク飴。ね。飴買ってきたからさ、一緒に食べようぜ。よいしょ。食べるよ。あ、右足。出てあげる。飴舐めるの偉いよ。おいしい。まったりタイム。もうちょっとなんかね、お猿さんと対面できるような机使おうかな。おっ、食べ始めた。ゴリゴリ。ちょっと用事があるからさ、今開くって。よいしょ。
ねえ、ねえ、何してんの？これちょっとさ、これ、なんで、あれマウス持っとん？ちょ、この猿なんでマウス持っとん？いや、財布から金取ったらいかんって。金の概念分かってんのかな？なんかさ、でも、前もなんかこんなことあった気がするな。でも、まあ、いやでも、その時は確か、お金を捨てたんだよ。捨てて、で、なんかおやつばっかり食ってたんだけど、なんで1万円握りしめて座ってんの？なんか生々しいからやめてよ。はい。だから、結果的にはさ、だから、これには興味なかったわけでしょ？ね。なんかこう、ちょっと触っただけで分かっちゃった。なんか軽かったんかな？軽かった分かっちゃって、で、これで遊び始めて、で、摩擦を持って、座るという。はい、じゃあね、最後は1万円札が大好きということでいいかな。よかったね。もういいや。はい、じゃあまあいいや、おいで。あれあるから、まだあるから、おいで。よしよし。飴は食べて終わろう。ね。はい。はい。じゃあ、ごちそうさまでした。